速報です。先ほど午後5時半ごろ、羽田発新千歳行きの全日空71便が新千歳空港に着陸した後、大量の煙を出し滑走路上で停止しました。全日空によりますと、機体の油圧計に不具合が発生した可能性があり、念のため滑走路上に停止して原因を調査しているということです。乗客202人に怪我はないということです。現在滑走路が1本閉鎖されていて、このあと機体はトーイングカーを使ってスポットまで移動するということです。こちらは現在の中継の映像です。周囲には消防車、消防隊の方々がいらっしゃいますが、現状この映像から見る限り何か煙が上がっているようには見えませんが、現在の新千歳空港の様子です。